ちゃんと金取ってて儲かってるウェブサービスっていうのでいくと F14 もウェブサービスに含まれるはずなのに、うんうんうん、なぜか世間のウェブサービスを語るジャーナリストとかって、うん、14完全無視してる、うん、いやその PC とか、まあ、PS4 とかあの PS5 とか何でもいいんだけど、うんはいはいはい、ネット上で課金をするサービスって言えば F14 めちゃくちゃでかい売り上げ立ってるのに、うんうん、なんかしなきゃ日本のメディアってそれ完全無視してるじゃないですか、うんうん、だ14インストールして月お金払ってます、何してんのマージャンみたいな、えそれヤフーマージャンと一緒じゃんみたいなことだけど課金してマージャンやってるわけじゃないですか、うんうん、だからなんかその要は他のすげえ儲かってるウェブサービスがありながら全然見えてないよねっていうのってうまくいってる側からするとお前ら何見てんのってなんかディスりたくならないですか。悔しい思いはめっちゃある。まだこれでもダメかみたいな。だって日本から世界に発信しているサービスで月額課金でそのね3桁超えるような課金会員者数を取ってるサービスが他にありますかって言いたいんですよ、うんうんうん、言いたいんだけどまあアンテナに引っかかってないってことはまだまだそれまでなんだなみたいなあーっていう感じで頑張ってますよ。だからだって上場企業じゃないですかスクエアに。いやまあでもあーまだまだなんだなみたいな、これはでもね僕のモチベーションですよ。もうまだまだなんだみたいな。ビジネスの人が無視するかが分かんないんですよ。いやでも知らないからだと思いますよ。知らない、知らないんだ。だってほら非課線のドラマもできたわけじゃないですか。はいはいはい、はい、普通になんかあのメディア見てる人でもあドラマがあるんだ14ってあるんだぐらいは認識はしてると思うんですよ、うん、だからそれでじゃあビジネスどうなのって言ったらスクエアエニックスの柱の1個になってるわけじゃないですか。でもそれは日本市場の中でそういうドラマがあった、へえゲームの中でのまたドラマなんだねぐらいなんですよ多分。まだその程度なんですよ。ただそれが世界にどれだけ波及してるかっていうのは世界市場とか世界水準のサービスに身を置かない限りわからないはずで、まあそういう意味だとそこまでいってないんだと思うんで、だから まだまだなんだなってグギギって思いながらやってますよ。